供はね、まあ、悲しいことに少ないんですよね。あんまり多くないですね。まあ多くないけどもそれなりには来るので、この子たちが将来もっとがっつりそのコレクターというか、おもちゃスターウォーズのおもちゃ好きな子らにちゃんとなっていてくれればいい、すごいいいんですけど、でもその子らが大きくなる頃この店はないのかなと思うので、名前は片桐優、出身は大阪で15年ぐらいですかね、東京出てきて、でここを始めたのが2003年からなんで7年目ですね。ちょっときっかけは、とりあえずもともとコレクターだったので、そのちょうどフィギュアブームの頃だったと思う、特別編とかあの辺ぐらいからオレンジカードグリーンカードが出て、で、まあ、最初はやっぱり何でもかんでもスポーンも集めてたし、ナイトメアとかトイストリーも集めてたりして、スターウォーズも少し集めてて、ちょっとしかないちょっとしかないっていうのを、まあ、あちこち動き回って見なきゃいけなかったんで、一つの場所にまとまってたらいいのになって思ってて、じゃあ自分でやっていこうかなっていうまたそういうきっかけですよね。コレクションってストレス解消の商品かなっていう、なんかこう日頃溜まってるものをこれ買うことによってスッとするとか、普段あまり買わないんですけど高額なもの買った時にやっと買ったっていうあの気持ちっていうのは、なんか自分が疲れてて大変やから自分へのご褒美みたいな感じ買ったりとかするのがコレクションなのかな。最近のってクオリティが上がってるので出来が良すぎて、まあ確かに出来がいいのはいいんですけど、そういうなんかちょっとおもちゃじゃないような形になってきてるんじゃないかなっていう、なんかおもちゃって出来の悪いのがそれがまた醍醐味で面白かったりとかするので、だから言ってしまうとヴィンテージのケナーなんかでも多分似てるか似てないかというと全然似てないので、突っ込めば突っ込まれられるような商品だと思うんですよ。でもそこがいいとこだと思う。こんなに大人が一生懸命作ってこんだけお金かけてライセンス取ってこの商品かっていうのが、そのバックボーン考えるとむちゃくちゃ面白いんですよね。まずこの消しゴムのチューバッカーですね。このチューバッカーなのか何なのかわからない、一歩間違えるとこうパチモンのブルーに入ってるんですけど、一応でも宝のちゃんとロゴが入ってて、多分ガチャガチャで販売されてたものですね。これ映画館で売られてた帽子です、うん、メーカーが不明で、ちょっとどこのメーカーかわかんないんですけど、昔よくこういう帽子系が流行ってたので子供の頃、ほんでこうやるとなんかメガネになるメガネじゃないんだけどね、バッチ付きなんですけど X ウィングこの甘いゆるゆるな感じの X ウィングが多分海外版も絶対出てると思うんですけど、それの日本版ですね。でこれが一番多分あれなんですけど、もう引くと何か分からない、下手するとちょっとねうんこにも見えないかなという見えるかもしれない。小学生ぐらいの子供の話聞いててもかわいそうなんですよね、周りに集めてる子がいないので。多分アメリカだったらスターウォーズって言うだけで周りに集めてる子とかいっぱいいてると思うんですけど、もう少し増えるような状況になればもっともっといい感じにはなるんじゃないかなと思います。僕は北村龍斗です。4年生で10歳です。スターウォーズで一番好きなのは456番で登場するルーク・スカイウォーカーで、好きな理由はジェダイだし
ダース・ベイダーより強いしヒーローだからです。ワンピースとかドラゴンボールなんかは当然ね、メジャーですし、子供から大人まであの辺はもうがっつりやってますからすごいとは思うし、でもスターウォーズはあそこまでのものはないけども、認知度としてはあれぐらいのものはあるんです。でもグッズであったりとかそういうものは買わない。話が多分全然違うんですよね。そのストーリー自体は全然違いますけど、作り方が多分全然違うんですよ。日本のああいう漫画の作り方とアメリカのそのまあクロモーズもありますし映画もそうですけど、そこが多分全然またちょっと違うのかなって僕はまあ思ってるだけなんですけど、だからこう広まらないというか日本では。日本は日本のスターウォーズっていうものがあるんで、そういうカラーをもう少しこう強調して出していって、で日本ならではのスターウォーズっていう世界をちょっと作れれば、またさらにこう面白いことができるんじゃないかなっていうのを思ってます。